はい、じゃあ次7面やろ。7面買います。なんかお金ギリギリになってきたな。残り3000しかねえわ。さあ行こう。スタント公園なんだこれ。はあ、なにこいつら。どうすりゃいいの。ロックバンド、ヒントロックバンド、どういうこと。もうヒントじゃないもん。どういうこと。勇者なにロックバンドって。あ、ロックバンドだからこいつらに楽器を渡せってことか。なるほどね。みんなすごいな、早いな、ギターって打つの。じゃあね、君がギターいいね。あとはドラムいいね、ドラム楽器、はい。君ドラムなんだ、オッケーオッケー。あとなんだろう、シンセサイザーいいね。シンセサイザー渋いね。君シンセサイザーっぽいな。あ、シンセサイザーダメだ、反応しねえ。いいじゃんね、シンセサイザーね。リコーダーリコーダーってバンド、ロックだよ。大丈夫かな、リコーダーで満足してくれるかな。はい、あ、いいんだ。このバンドはギターと、ドラムとシンセサイザーとリコーダーのロックバンドです。よろしくお願いします。今最も熱いバンドですね。ボーカルはいません。さあ、なんだここは。だいぶ下だな。飛び越えましょう。え、何これ、普通に行って飛び越えるだけじゃダメなの。何、あ、ここがゴールってこと。何これ、どうなんのこれ。何で行けばいい。羽、ね、なんかこれ、なんか思いっきり車でジャンプする系じゃないこれ。あの、ロードローラーね。はいはい、好きだね、ロードローラー。よっ、いくぜ、飛び越えるぜ。飛び越えたよ。くれねえんだけど、くれねえんだけど、欲しい。どういうこと。え、なんでなんで、ダメなの。え、何がいけないの。飛び越えたよ。なんで欲しくれねえのこいつら。おかしくね、飛び越えたよな俺。え、どういうこと。ロードローラーじゃダメだったんじゃない。え、やり直しっぽい。何ロード、バイクだったらいいのかな。バイク、あ、かっこいいじゃんこれ。行こうよ、これで乗る。これで飛び越えてダメだったら俺もう分かんないよ。この火が出るからダメってこと。飛び越えられてないからダメってこと。飛び越えてないから今火が出たってこと。そういうこと。一輪車で行こう、一輪車でクリアしよう、このステージ。行くぜ。いいね、いいね、よーしみたいな感じだね。行くぞ、行け行け行け。飛び越えられてないな。 F1 1ってないんだ。 F1 エアコン、とりあえずエアコンでちょっと審査員の方たちにはあのいい環境でいてもらって、まあ、これでちょっとまず審査員の機嫌取りからだな、最初は。飛行機、まあ絵的に言うと車なんだよな。なるほどな。ブルーファルコン、バイクをスタート地点、スタ
ート地点のやつを飛び越えるのかな、これこれを飛び越えるってこと、まさかのゴーカート、レースか、審査員頭に落とされてカンカンじゃない、そんなことねえよ、今頃快適だよ、レースか、あこれでこれだったらいけるでしょう、頼むよ本当、頼むよ頼むよちょっと待って、やり直させてくれ、やり直させてくれ、今のはダメだった、頼むよ頼むよ頼むよもう殺す、こいつらもうダメだ、こいつらもう殺すわ、これダメだ、なになに、もうこいつらわけわかんねえ、ダメだ、もうこれは許せねえ、えこいつら殺してもゲームオーバーにならない、どういうことだ、なんだなんだ、謎すぎるこのステージ、まうんてんばいく、なんか乗り方おかしいんだよなこの子な、あ、わかんない、今のでいい意味がわかんない、なんでなんで、火出てたじゃん、なんでなんで、俺わかんないよ、あの審査員もいねえし、殺しちゃったし俺審査員、誰が OK をくれたの今の、いや今火出てたよな、えどういうこと、ちょっと怪しくなってきたよこのゲーム、いよいよ自転車でやらなきゃいけなかったってことか、わかんないわかんないな、そして何この光景は一体、え何何何これもうほんとさおかしいじゃんほんと、旗の間を抜けていきましょう、どういうこと、わけわかんない、もうわけがわからない、え何どうすればいいのこの子はどういう状況なの、わかんないよ俺にはどうすればいいんだよ、パラシュートいいね、あいいですねいいですね、いいねいいね、あ面白い、アクション要素が出てきたね、なるほどこういうことか、で今度こっちだこっち、あこのパラシュート機動性やべ、すげえ機動でいくんだけど、よかったよかった、あ、はい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 、よかったよ、すげえ動くなこのパラシュート、こんな動くよ、ほらこんな行くで、あすごい、ここはあれだわ、あっさりクリアできたわ、ありがとう、あ俺パラシュート至らなかったら多分パラシュートっていう答えに至らなかったわ今、あー難しい、はいはいはい、なんだこのでけえ男は、重い何かで巨人を押さえつけましょう、あ来ちゃったよ来ちゃったよ来ちゃったよ、どうしようどうしよう、重い何か重い何か、ロードローラーは重いけど確かに、ロードローラー確かに重いんだけどさ、えもうたまにはロードローラー以外で行こうよ、大陸氷山、アイアンメイデン、ブラックホール、氷山、落とし穴、岩、大きな岩、あいいじゃん、死ね、寝るんだ、なんで寝るの、気絶とかじゃなくて、えこの周りの人たちは何だったの一体、わけが分かんないけど星もらえたからいいや、何だったんだろう、もうよく分かんない、なんかここら辺からちょっと制作者が病んできたんじゃないかっていう感じがしてきた、プレッシャー、まあ確かに重いだろうけど、さあ気絶したってことなのか今のね、スターのスイッチを見つけましょう、何どういうこと、これさ間違ったスイッチを押したら絶対穴落ちるやつでしょ、みんな何番目がいい、左から6個あるけど左から何番目、一番最初の左から何番目って言った人のやつ信じるわ俺、コメントで
一番最初に左から何番目ですって言った人、左からに、エレノーさん左から2番目、ありがとう、信じるよ信じるよ。あぶねーあぶねー、待ってあぶねー、こっちにいてよかった、こっちにいてよかった羽つけてから、そうだね、そうしましょう。皆さんいいですね、あのちゃんとそのダメだった時のカバーができる。でこれでもう1個ずつ開いてきゃいいわけか。え、何これ、なるほどね、ああ 3番目が正解でした、なるほど。でこれで、なんで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 今なんでなんで落ちたの今。あ、3番目が正解ね、はいはいはい、羽つけて、羽をつけて、3番目を押して、あ、3番目じゃない、どこだっけ、ここだっけ、ここか、ん、さっきここ穴開いたよね、なんでここは今開いてないんだ、あ、怖い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 、飛べ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 、なんで飛ばれんだ、パラシュートだったらいけそう、羽はねなんかね不安定なんだよ。でこれで、え、アクション、よし行くぞ行くぞ行くぞ、行け開け、よしよし、あ、よかった、パラシュート、あ、ありがとう、パラシュートだ、ここ素晴らしい、羽難しいんだよ操作が、落とし穴、あ、落とし穴で下行くっていう方法もあったのかな、さあなんだ、またランダム系、どの木箱に入ってるでしょうか、もう下溶岩なんだけど、いやこれはさすがに羽使わないとダメだろうな、え、なになに、どういうこと、え、全滅したんだけど木箱が、何何どういうことどういうこと、わかんないわかんない、本当にわかんないよ、あ、このスイッチを押すことで全部落ちるから正解だと思うところに橋を架けましょうみたいなことか、そういうことで、コメントを見るとテニスコートってあるんで、テニスコートで、テニスコートで、こんなのさ、だってさ、テニスコート？バスケコートじゃねえのか？いつの間にか、え？ダメなんだ。バスケコート。あ、テニスコートはダメだけどバスケコートはいいんだ。じゃあこれ全部さ、穴塞げばいいじゃん、こんなの。バスケコート無双じゃん、こんなの。そうでしょ？最高じゃん、これ。これでどこに宝箱、星が入っててもさ、カバーできるわけじゃん、これで。天才？じゃあ押しますよ。はい。はい。さあ、どれだ？え、何？バスケコート。え？何？どうなってんの、これ。え？中に絶対生き物入ってるでしょ、これ。何どうなってんのこれ。じゃあ今度こそ羽かな、羽で多分生き物が、あぶね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 、これこれこれが正解だと思う俺、ほら、あとは多分なんか変な生き物が入ってたんだよ、で襲われたんだきっと、動いてたもんね、勝手に勝手に溶岩入ってたけど、あー怖い怖い、何が入ってたのよ、ちょっと気になるところはあったけど、さ、長い道だなおい、暴走ミキサー車飛びましょう、これ待って、これ押した瞬間走るんだろこいつ、押した瞬間走るから、ちょっと先に止めるものくれ、いや不正じゃないよ、今の星は不正じゃないよ、相撲取り、相撲取り、
お、止めた相撲取り相撲取り止めた、えらいぞ相撲取り、ナイスだ、止めれるんだ暴走ミキサー車相撲取り、すごいね。そして邪魔なんだけど、そして俺の方向に暴走してきた。待て、ちょっと待って、羽羽、いや俺ちょっと相撲取り出した瞬間さ、いや意外と貧相な相撲取りだなと思って、こいつで止められんのかなってちょっと不安だったんだけど、しっかり止めましたね。すげえな相撲取り、普通止めれねえぜミキサー車。さあステージ7、はいはいはい、なんだなんだ、仲間の戦闘機を助けましょう、どういうこと、どれ仲間の戦闘機、あこれか、あ撃たれてる撃たれてる、ダメだ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 、ちょっと待ってくれ待ってくれ、あれだよ時間の問題だよこれは、多分早くしないと。スネーク、ロケラン、スネーク、どうしようかな、ターミネーター、ライフル、アイスマン、破壊工作員、勇者、死、死出たさっきの、さっきの死神じゃん、ほら、荒らせよ荒らせよ、あダメだ壊れちゃった、もっと早く行かなきゃいけなかったか、さっきじゃあさっき活躍できなかった死で早めに死を出してこいつらに死んでもらおう、もう一匹出そう、いいねかっこいいよ、あもらえた、やった死強えな、死強えわ、すげえ飛んでったな、え多分だけどさあの味方の戦闘機死によって殺されたよなこの感じ左下に墜落してるのが見えるけど、まあ私はもうあの星をもらったんで関係ないですね、絶対仲間の戦闘機殺されてたね今な、やられてたよね今落とされてたよね完全に、さあさあ、うん、女、よくわかんない人、シェフ、どういう状況だよ、取り残された人たちを無事に連れ戻しましょう、ああなるほどね、こいつが消防士で、でなんか左にはなんかオペレーターみたいなのがいて、ああなるほどなるほどどういう状況待って待って、どういうこと、なんでサメがいんのここ、ここだけサメがいんの、 UFO 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 か、 UFO で UFO に乗って、 UFO もね結構ね操縦が難しいんだよ、はい、あごめん難しいんだよ UFO、 つるって言っちゃうんだよ、つるって、うん、つるって言っちゃうんすよ、で竜巻はダメだって、だから絶対穴に落ちるじゃんこんなでけえやら、ルフィタイムマシンで過去に戻す、ロープとヘリ、ロープとヘリいいね、ロープとヘリ、雷がちょっと怖いけどロープとヘリで行くか、レリーだこれ、よく見たらヘリじゃなくてヘリで、とりあえずあいつのとこに、あなんで俺後部座席に乗ってんだ、ほらこれならお前乗るだろ、乗れよ乗れよ、これなんだよこの女、乗れっつってんだろ、なんで俺が死ななきゃいけねえんだよ、うん、なんか後部座席あったからさ乗りそうな感じなんだけどね、やっぱダメかな、なんでこいつ後部座席乗るんだろう、お前が運転するよね、やっぱロープしかないのかな、あんまり
手荒なことはしたくないんだけどな。でも乗らないんだ、しょうがねえよな。乗らねえんだもん。くっつける。ごめんな。ちょっと我慢してな。怖いよね。怖いよね。わかるよ。わかるよ。君の気持ちは。君の気持ちはわかるよ。怖いよな。わかるよ。え、なんでお前が、なんでお前がつけたの、自分に。よし。ああ、OK。喜んでくれた。ああ、この要領で他の人も行きましょうってことか。雷だけは気をつけなきゃな。これも雷かな。これ大丈夫そうか。はいはいはい。はい、じゃあ君も、申し訳ないけど。はい。ごめんな。これだって、普通にさ、後部座席に乗せてあげりゃいいのにさ、なんでこんな手荒な方法で一人一人救助 してんだろうな。まあいいけどさ、乗りたくないんだろうな、どうしてもな、後部座席には。さあ、あと一人だ。はい、ここにつけて。はい、じゃあ行きましょう。あなたで最後です。あ、いていていて、マックスウェルが雷に撃たれたけど。はい、オーケー、ゴール。はぁ、なるほどね。ヘリとロープでなんとかなると。はい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 、いい感じですね。ちょっとなんかアクション要素が増えてきたね。パズルだけでなく、なかなか。サメも救助しないと。サメは何だったんだ。なんだなんだ、バッシャン言うたぞ。え、何してんの。2人の仲間を助けて空母に連れ戻しましょう。なんでいきなり船に乗ってんの俺は。え、何この丸いやつ、爆弾、これもしかして。え、空母ってどこ。俺が乗ってんのが空母、これもしかして。魚雷、駆逐艦、駆逐艦。うん、いいね。ただね、乗る人がいねえんだよ。しかもこれ相手が乗ってんのも駆逐艦だね、この様子だと。なんか駆逐艦になんか女とか乗せてさ、これで操縦しろよお前。あ、ダメだダメだ。勝ったぞ女。女よくやって女。あ、しかもサメが倒してくれるのか。いや、かわいそう女。お前はあ、お前はよくやったから助けてやりたかったけど、でもちょっとサメをおびき寄せるのにもう一回活躍してもらおう。こっちに来てもらって、でこの悪党を倒してくれ。オッケーオッケー、女もオッケー。はい、駆逐艦と敵はどうにかなりました。いや、女強かったな、プロ相手に。で、あとはサメと爆弾をどうにかすればいいわけだな。うん、サメは扇風機で倒そう。なるほど、扇風機。これ落とせばね、大体の海の生物は死ぬんで。いや、扇風機強ー。あとはこの爆弾だな。これな、何、爆弾だよね。嫌いに対してどうすればいい。好き、なるほどなるほどなるほど、そういうことか。洒落てるね。ああ、はいはいはい、オッケーオッケー。じゃあどうしようか。なんとかなったね。あとは仲間を助けるだけだな。シュノーケルかな。シュノーケル、多分今の好きはね、別に正解でも何でもないんだよね。ただなんか物をぶつければ爆発するっていうだけで何でもよかったんだ、きっとな。はい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 。ん？進めない。進めた。おお、すげえすげえ、仲間すごいね。どうしよっか。
あとはスーパーマン。スーパーマンってなんか敵がいた時倒してくれるイメージだけど。手裏剣。手裏剣でさ、こいつらに当たって殺しちゃったらやだな。なんか縄切る犬ない？ナイフ。ハサミ。銃じゃ絶対殺しちゃうじゃん。ナイフか。ナイフもね。お前ら切れよ。ナイフ。ナイフ渡したんだからさ。これはだって切れないもんね。お前らどう考えてもどうにかできるだろう。それ持ってて。あ、ヒョウがハサミの方がいいってこと？ハサミ。あ、でもこれだったらいいでしょ。変わんねえやこいつら。ダメだ、どうしようもねえや。イチャついてるよ本当に。本当に氷山とハサミだよだこれじゃ。氷山。とりあえずここで。あ、おとなしくなった。氷山見たらこいつらすげえおとなしくなった。はいはいはい。もううさいなこいつら。炎で焼き、あ、火で焼き切る。なるほどね。確かに火でロープ焼けたもんな前な。置けね、置けね、火が。火が置けない。オッケー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 。引火した。いいねいいね。これであとはこの火が燃え移るのを待って、あとはロープとシュノーケルでやればいいかな。なかなか燃えねえな。オッケー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 。よしよしよし。あとはこのロープを持って、これでもうあとはもう引っ張ってけんじゃない。あ、勝手に来るのかお前ら。いいじゃん。あ、いいじゃんいいじゃん。なんだ、ちゃんとできんじゃん。潜れるか、下。下潜れる？潜れはしないのか。潜って来いよ。あ、潜れはしねえのか。あー、潜水艦か。潜水艦。ほら乗れよ。なんで？そういう乗れじゃないでしょ普通に考えてさ。乗れとは言ったけどさ。うん、うんじゃねえよお前。一人用なのかこれ。来いよ来いよ。あ、いいね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 。はい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 。あ、オッケーオッケー、そういうことね。はい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 。じゃあもう君はいいね。君は潜水艦いらないね。あ、じゃああとは君だな。こっちの君だね。はいはい。あ、おいでおいで。迎えに行かなきゃいけないわ。迎えに、君来れるでしょ大人なんだからさ。なんで君潜水艦の乗り方下手か。オッケーオッケー。はい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 。あ、これでいいでしょ。いやいや、もう頭を使ってくれよ。もうちょっと下に行けよ。嘘。うん、オッケーオッケーオッケー。はい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 、うん、あー、よかったよかった、うん、うんうん言ってんじゃないよ君。うんうん言うのやめなさいよ、うん、はい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 、うん、あ、オッケーオッケー、くれたくれた。あー、うん、やることが多いですねなかなかね。なんだこいつら、もう本当にもうやだわ。二度と会いたくないわこいつら、海の男。さあ7-11ですね。まあ今日はこれをクリアして終わりにしとこうかな。やっぱ時間かかるね6、7面は。なんだなんだ、相手と違う生き物で戦いましょう。爆発物を使ってはいけません。なるほど、コロシアム形式ですね。こいつを殺したら次こいつが出てきて、こいつを倒したら次こいつが出てくるね。わかったわかった。じゃあもう最強決めよう。とりあえずこんなやつはもう誰でいくよ。し、狼、狼、ちょっと待って。我が、放送のマスコット、狼がどこまでいけるか。まずこいつぐらいは倒してほしいな。ナイス。さあ、グリフォン、グリフォン。さすがにグリフォンは無理か。グリフォンは無理か、そうか。わかった。クトゥルフ、わかった、クトゥルフね。クトゥルフってなんだっけ、なんか
化け物だよね。これ絶対勝つでしょこんなの。あー一撃一撃、これ2枚抜けるよ絶対に。こいつだけでもう十分だよ。肉になってるしこいつ。あー強え、クトゥルフ強え。いや最強だこいつ。いや超おっかねえし、めちゃくちゃ来る、これ夢に出るわ。オッケークリアですね。クトゥルフでどうにかなりました。とりあえず肉を持ってグリフォンの肉を携えながらのゴールです。なるほどね、動物園の飼育係という称号も得ました。はい、ありがとうございます。はい、ということで1時間半ぐらいやったかな。まあ今日はこの辺にします。で次回、8面9面10面、フロンティア闇の穴寄せ集めとやってって、マックスウェル終わりかな。あと2、3回ぐらい遊べんじゃないかな。また来週やると思います。